サッカーファンの皆さん、こんばんは。サッカー中継の時間がやってきました。この試合への期待の大きさがスタジアムのサポーターからもひしひしと伝わってきています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。どちらのチームにとってもシーズンの開幕戦となるこの一戦、福西さん、会場はすでに興奮のるつぼと化しました。今日も激戦になりそうです。昇格を目標にしているチームにとって待ちに待った開幕の日を迎えましたね。今シーズンの最後に悲願を達成するためにも恥ずかしい試合は見せられません。まずはこの開幕戦をしっかり勝つことでチームの本気を見せてほしいですね。サポーターの声に応えたい場面、さあ来た。これはもうワンプレーありそうです。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。危ない場面でしたが危機は脱したようです。強烈なタックルです。先制ゴールが入ってもおかしくないシーンでした。相手キーパーのナイスセーブでしたね。さて今日はこの選手にとって記念すべきデビュー戦、サポーターからの期待を一身に集めています。この選手がフィットすれば中盤の厚みが増しますね。そういう意味ではチームの戦力向上を占うデビュー戦となりました。大いに期待して見ていきましょう。ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。このボールは決定的、タックルでしのいだ。手前にいた選手がボールをカット、ブロックしました。シュートコースを潰しています。ショートコーナーだ。相手のフリーキックから再開です。クロスボールが入った。このクリアは小さい。ディフェンスが冷静に対応。美しいパスですね。狙ってきたぞ。ゴール決まった。先制ゴール決まりました。リプレイを見てみましょう。すべてはこの突破から始まりました。そして強烈なミドルを決めてきました。いや、改めて見ても本当にすごいシュートです。素晴らしいタックルです。さあ、アタッキングサードに入ってきました。相手のゴールを狙っていきます。味方の選手が寄ってきました。しっかりとコースを塞いでいます。コーナーキックが与えられました。1点返せば同点です。ボールを近くの味方へ。ボールを取られません。強いですね。ゴールを狙う。ゴール、同点です。相手にリードされた直後に追いつきました。映像が来ました。このクロスが決定機につながりました。そしてこのボレーシュートです。折り返したボールをダイレクトに叩き込みました。豪快でしたね。ここで取り返します。さあ、味方も連動して動いてくる。
さあリードできるか。中の選手と合いませんでした。厳しい寄せを見せます。ボールをうまく回していく。ありそうだ。決まった。あっという間の連続得点。誰がこの勢いを止められるんでしょうか。いい寄せです。時計の針が進んで前半の終わりが近づいてきました。アベーチームはここまでやや劣勢に立たされています。ひとまず1対2で相手に食いついているので、まだそこまで心配する必要はないでしょう。後半戦もあるので失点に気をつけて耐えていければ同点のチャンスや勝機が巡ってくるかもしれません。カウンターのチャンス、仕留められるか。先走りすぎましたね。攻撃はカットされ相手ボールになりました。いいところを見ていました。うまく抜け出した。これをセーブ。危ない状況でしたが見事に対処しましたね。すごい反応です。ショートコーナーですね。このピンチをタックルで防ぎました。プレスを受ける。ボールは相手のものになります。このパスはカットされます。さあカウンターで一気に行きたい。可能性もありましたが攻撃は実を結びません。相手ボールになっています。いいところに出します。シュート。同点かと思いましたがシュートは決められません。力が入ったかもしれませんね。こういうチャンスを逃しているとどんどん苦しくなりますよ。さてアディショナルタイムは1分ですか。この位置から相手のマークがついています。ここで前半終了です。後半の45分が始まります。レフリーがプレーを止めました。フリーキックです。サポートの選手がいます。危ない場面でしたがうまくパスをカットしました。これはいいボールだ。ボールへの寄せが非常に速い。ドリブルのミスでしょうか。ボールを外に出してしまいました。この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。ディフェンダーのインターセプト。試合前にニュースがありましたがアストンビラが選手を獲得しました。はい、いい選手を獲得。ああ、来ましたね。キーパー素晴らしいセーブを見せた。近距離からのシュートに見事に反応しましたね。ボールを近くの味方へ。ボールを奪い返しました。
じっくりボールを回しながら同点に追いつくチャンスをうかがっています。どこまでドリブルするのでしょうか。攻めきれませんね。ボールは相手に渡りました。カウンターのチャンスです。素晴らしいスルーパス、スペースにスルーパス、ちょっと長いか。ここで試合を止めました。倒れたまま起き上がれない選手がいます。レフェリーが選手を一旦外に出しました。ドロップボールで試合再開です。深刻な怪我じゃなければいいんですが。さてここで選手交代です。試合終了まで残り時間は30分です。ここはタックルで相手を止めます。裏も見えていたのか。通った、チャンスです。ゴール。さあ同点です。逆転といけるでしょうか。リプレーが出ます。スルーパス1本で決定的なチャンスを作りました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。これでゲームは振り出しに戻りました。非常に見応えのある試合となっています。相手に渡したかのようなパスでしたね。ここはよくスペースが見えていました。これで3点目、ハットトリック達成です。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。フィニッシュも完璧でしたね。ニアサイドのポスト際を狙って見事に決めてきました。相手のゴール前でパスを回します。しかしここでボールロスト。試合終了まであと20分あります。これはチャンスだ。これを防いだ。危険な位置からのシュートでしたが見事に止めましたね。選手を交代するようです。これはショートコーナー。危険な場面でしたがうまくカットしました。さあカウンターで一気に行きたい。ホイッスルはなし。主審がプレーを流します。アドバンテージを見たのでしょう。打った。キーパーが立ちはだかった。高い位置でインターセプトしました。これはゴールキックになります。サポーターの中には文句を言っている人もいるようですね。選手が倒されたシーンの判定に納得していないんでしょう。さあ攻め上がってきました。この後の展開に注目です。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。さてここで他会場の試合経過をお知らせいたします。パルマの試合でゴールが決まったようです。はい、2点目のゴールがパルマに生まれました。現在スコアは2対2。時間はシュート。このシュートを弾いた。今のキーパーのセーブはチームを救うファインプレーでした。
しかし試合終盤で負けている状況は変わりません。今のプレーを見た攻撃陣の奮起に期待したいですね。クロスはディフェンスがブロック。しかし危険な位置です。カウンターのチャンスです。カウンターアタックが終わっていません。これは裏へ出してきました。一旦セーブしたが、あ、いえ、オフサイドフラッグが上がっています。キーパーは窮地を免れました。ここで選手を変えようとしています。さあ後半戦もすでに終盤。現在試合をリードしているのはアウェーチームです。ここまでお互いにかなりチャンスを作れているので、最後までどうなるか分かりません。1点のリードが相手にとっては重いプレッシャーになるので、時間を使って焦りを誘いたいですね。スローインです。ここはよくスペースが見えていました。もう一押しというところでした。相手陣内でのドリブルです。決定的なゴールとなるか。ボールをしっかりとクリア。失点してもおかしくないシーンでした。試合終了。このリーグ戦はアウェーチームの勝利です。初戦から激しい競り合いになりましたね。これだけの相手と戦って得た勝ち点3はチームの仕上がりの良さを証明していると思います。どこまでこの調子を維持できるかが今シーズンのポイントでしょうね。